総合原爆展は、1951年、京都大学同学会の主催で開かれた、原爆に関する日本最初の本格的、総合的展覧会である、京大原爆展とも称される。1951年5月、京都大学で開かれた、和田摘みの声に応える、全学文化祭では、医学部及び理学部の両学生自治会の企画による、原爆展が開催された。 この時の展示をベースにより総合的な視点から原爆を捉える一般市民向けの展覧会を開こうという声が学生の中から起こり同年7月14日京都大学の全学学生自治会である同学会は数百人の学生ボランティアの協力を得て京都駅前の丸物百貨店で総合原爆展を10日間の会期で開催した展示内容は医学部 理学部のみならず法学部、工学部、農学部、文学部など他学部の学生の手を借りて、原爆の原理と生産、人体や作物への影響、投下をめぐる、政治情勢、原爆をテーマとした、文学作品など、総合的内容を持つものとなり、この種の展覧会としては、日本最初の試みであった。また、マルキーリ、春夫妻の共同作品、原爆の図の、 前後部作が公開され、第5部、少年少女は、この展覧会が初公開となった。この原爆展は、数万人の入場者を集めて、大成功した。また、会期終了後には、展覧会で使用されたパネルが貸し出され、各都市でミニ原爆展が開かれた。こちらにも多数の入場者があったと言われる。各都市での開催が一段落した後、同学会は、 同年11月の秋の大学文化祭に総合原爆展を学内で開催することを企画したが同時期に予定されていた昭和天皇大学との関係から京大当局は大学文化祭自体の開催を許可せず11月12日の天皇事件の結果同学会が解散処分を受けたため実現しなかった総合原爆展に関しては 世間の忘却が進んでいたが、2015年、原爆店関係者で医師の河合和義が、原爆店関係資料、約2700点を、京大大学文書館に寄贈した。原爆店関係資料は、総合原爆店やミニ原爆店に関する資料や、新聞記事や原爆店放り起こしの会の活動に関する資料を、含む。大学文書館は、資料の整理と、 一般公開の準備を進めている。連合国軍による占領の下で開かれたこの展覧会は、広島、長崎における原爆被害を隠蔽し続けた占領軍による妨害にもかかわらず、原爆被害の実情と意味を初めて多くの一般市民に伝える役割を果たしたより一年、先行している。また、河合和義によると、総合原爆展やミニ原爆展が平和運動の ケーキになることがあった。河合は、これらの原爆展が、ビキニ事件以後の全国的反核運動の基礎になったのではと想像している。主催団体の同学会は、世界平和協議会より平和賞を受賞し、その記念として刊行された、小冊子、平和は求めて追うべしには、湯川秀樹、末川博士が寄稿した。京大学内においてこの原爆展は、 1959年以降、毎年開催されることになった京都大学の学園祭、11月祭の期限として位置づけられている。ありがとうございます。